これさ、薬屋のスペース広げようか。お、なにこれ、薬屋の薬剤師をやっとるやって。え、そんなんできるの2号店までできるんだけど。え、すごすぎない？こんなに広げれるの。大きな木材あるから後で持ってこようか。で、もう一個ね、これ工場を援助して。うわ、これ燃えかすと木炭、あ、でもこれ買えるわ。必要性10と5ね。オッケー。あと詩人ね、なんか詩人もレベルアップできるらしい。めっちゃ上がるじゃん。待って、宝石サンゴ作れんだけど。宝石サンゴは前回頑張って手に入れたのに、こんな簡単に作れんのかよ。ふざけんなよ、マジ。ケイミーがせっかくくれたのに。待って、光る備品作れんじゃん。これさ、見てこれ。スーパームシトリザーのレベル3に必要なんだよね。2個作ってみるか。すごいね、これ。めっちゃ便利になるじゃん。これで、わ、次でレベルマックス。ジューン鉄鋼とアトラスオオカブト5匹。すごいな。結構ね、レベルもっと上げれたらしくて。トリザーもね、全然レベル低いから、もっと上げていきたいんだけど。サボテンの果肉が必要なんだよね。これで工場に研究者雇い、うわ、ダイヤと純鉄鋼か、これあるかな。え、すげえ、めっちゃ作れるようになってる。これあれだよね、ストロングワードに必要なやつだよね。え、すごい便利だね。あ、純鉄鋼あんじゃん。これ2個作っちゃうか、必要だもんね。これでダイヤ作れるけど、わーって1個足らねえな。あ、これで作れんじゃん。もう全部ここで供給できるっていう。で、ダイヤのかけらを1個製造して、こんな感じかな。あと何かいるよね。大きな木材だ。木片が足りないのか。で、大きな木材をあと1個作って、これで薬屋2号店オープン。お、薬屋が発展し、調合できるアイテムが増えた。新しい薬屋。すごい。新薬、輝く水晶。なんかどこまでもなんか、できそうな。これ、新しい機械。お、工場もう完璧じゃない？うわ、工場カンストしたね。うわー、すげえ、結構終わらしたんじゃない？一気に。てかね、雑貨屋さん行ったことなかったんだけど、雑貨屋さんってどこにあんのかな？なんか全然街の、地形をつかめてなくて、雑貨屋さんがどこにあんのかもよくわかってないんだけど。あ、これかな？雑貨屋さん。あ、これだ。わーい、雑貨屋さんできた。そんなに嬉しいのか？うん、超嬉しい。鳥肌立ってる。怖すぎ。いらねえな。これってどこで言っても一緒なのかな。あ、一緒っぽいね。お、すげえ。ヒールアンプル、体力減少に効く注射薬。HP が大きく、すごい。なんかいろいろ増えたね。体力減少に効く。何が入ってるかわからない。HP 全然もう怖っ。すごいね。めっちゃいいじゃん。ドリンクも作れんね。癒しの香り、体力減少に効くお香。全員の HP を少量回復する。だって、すごい。あ、アタックホルモン剤買えるようになったじゃん。作れるようになったんだね。これちょっと作っとくか。これ結構ね、便利なんだよね。5個ぐらい作っとこう。これ何が違うんかな？あ、そう、ガードホルモン剤とかいっぱいある。すげえ。ドリンク買っとこうか。癒しの香も買える。でも高いね。結構1個が高かったりすんのか。結構お金がいっぱい必要だね。こうなってくると。料理屋のメニューを増やします。お、おった。これなんか建てれるのかな？この街にはデートスポット的なものがないの。映画館を建てれるの。で、作ってお願い、映画館的なもの。的なものは的なものよ。宿屋の発展のお願いね。うお、映画館何見えるのかな？今までのストーリーとかかな？あ、ここにもいたね。この街には必要なのは何ら？運から。なんかあれだね。心のばあさんみたいな喋り方。本屋を作るのら。本屋、それ肉屋にならねえのか。わしゃいればら。肉は仮面ら。いいから本屋を建てろんら。建てるなら、やろやの発展かららら。頼んだよらららららら。本屋って何なんだろう。なんか本とかある？図鑑みたいなのかな。でもそれは博物館でできるよね。こういう発展系あんまやってこなかったから。いいね。あ、ここも最後だね。この島に足りねえものは何ら。音楽ら。ソウルを揺さぶるミュージックだ。そんなわけだからよ、ライブハウス建ててしまおうな。オンチューラー。これはあれから BGM 聴けるとかそういう系だよね。オッケー、全部終わったね。これで見て、ここみんなメリーゴあるんだけど、あれメリーゴだよね。船置いてあったとこだ、この空島で。ここからね、ゾロたちがね、ゾロとロビンとナミだったかな、ターザンするんだよね。
で、その時にゾロが、あーあーあーって言いながら、ターザンするとこ。え、すごいね。ワンピースの聖地巡礼してる気分。すご。これね、今何のクエストしてるかっていうと、これですね。2500円波一人で稼ぐみたいな。こういうやつをやってます。え、すごいな。こういうのもあったんだね、空島。面白。空島編見たくなってきたな、マジで。これまあ、あと二つになったんだけど、ホーリードラゴンとフランキー将軍しかない。どれで行こうかな。で、ロビンとフランキー鍛えたいってずっと言ってたじゃん。もうルフィだけ入れて、この二人鍛えるか。あのね、クエスト、ルッチ倒すクエストね、まだクリアできてないんですけど、いずれはクリアしたいんで。うお、すげえ。色変えただけ。使い回しだね、使い回し。え、どうなんかな、これ強いんか。でもね、これルフィ火属性だから、より強いんじゃないかな。まだ勝って、いや、強いぞ、これ。これもう海賊になってくる。とりあえず海賊になってから頑張ろうか。でもね、結構ね、ルフィは、このカスタムワードとかを一人だけ上げて、なんかね、やっぱ、一人だけでもレベル高いと、このクエストクリア率上がるじゃん。で、難しいクエストクリアして、まあ、弱い味方たちのレベルを上げていこうみたいな、そういう感じでいこうかなと思って。だからルフィめっちゃ上げたんですよね。ルフィがね、もう一人4、レベルじゃない、HP 4000ぐらいあるから、もうルフィを、まあ、じっくりね、頑張っていきたいなっていう。さあ、やろうともいきますよ。いや、結構強いね。やばい。OK、これで。ありがとう、めっちゃ心配してくれる。で、レッドホークも撃つ。いや、硬いね。なかなかに硬いね。このクエスト多分ね、クリアしたら、イーストブルー編を攻略しないと、新世界いけないんじゃないかな。だから、いずれはね、ルッチを倒さないといけないっていう。そう考えると、フランキー、ロビーめっちゃ上げとかないとね。結構ね、いろいろな競合で薬とか使っちゃって、貧血だから、めちゃくちゃお金貯めないといけないから、あんまり薬も使いすぎないようにしないとっていう。だからあんま薬使ってないんですよね、今。アタックホルモン剤も使いたくない。いや、まずいね。一旦交代するか。フランキーはね、あ、これいいね。これ全員のあれ上がるんだったっけ？自分だけ？あ、全員上がるやん。いいね。全員上がっても意味ないけどね。よう考えたら。意味ないんだけど。いや、フランキー硬いね、ほら。やっぱフランキー結構硬いみたいな。聞いたから。すごいね。タンク用品みたいな。フランキーは。らしい。うわ、ラディカルビーム外したか。いや、でもこれ勝てそう。全然勝てそう。いや、まずいね。ちょっと、フランキー。いや、これ、あれだね。カスタムワードで HP 回復できる人、1体ぐらい入れとかないと、ちょっときついね、さすがに。薬なしやったら。いや、やっぱ強い。あ、これいいじゃん。好きなのする。あ、これあれか、スタミナ上がるやつか。なるほど。やっぱね、このロビンこれが強いから、巨大な敵にはめっちゃ強い。これ白ひげの時もめっちゃね、活躍したんで。うわ、なんか、遠くにいるじゃん。オッケー、いいんじゃない？これ勝てそう。じゃ、これでね、確か、いやー、待ってくれ。いや、でもこれ、スキルゴリ押しに行くか。海賊王になってから、これでエレファントガトリング。いや、そんなに当たらなかった。薬あんま使いたくない。こいつごときに薬使うのはちょっとね、あんまし嫌なんですよね。オッケー。めっちゃ HP 回復してる。オッケー。これ強いわ、やっぱりルフィのスキル。やべ。いや、いける。ここはもうゴリ押しよ。ゴリ押しジェットガトリング。で、これレッドホーク。死属性強いからね。死の火力。いや、これいい戦い方なんじゃない？薬一回も使わなかった。ちょっと上手くなってきてると思う、俺。いいね。結構意外と強かったね。え、これ死んだキャラレベルアップしないの？アロイ見したわ。よかった。うわ、めっちゃ増えた。お、すげえ。探せコルバマの高級食材、お花畑を作って、お、いっぱい増えたじゃん。うわ、エースってエネルがいるわ。え、エネルか。あ、エネルは戦ったことあるわ。ドラム王国でエースと戦うんか。なるほどね。で、今日はね、これ行こうと思ってて。ブラックフランキー将軍。これをね、戦いたくて。フランキー入れつつの、あと誰にしようかな。まあ、回復要因で三次くんでいいかな。よし、これで行こう。オッケー、これどこにいんのかな？魚人島か。うわ、もうそこで多分ボスだよね。うわ、ちょっとフランキー将軍ちょっと楽しみだね。さ、このね、この二つのスキルをうまく使って戦っていきたい。うお！
え、見て、色めっちゃかっこよくない？エヴァみたい。おお、かっこいい。いいね。フランキー将軍、頭にドリルついてんだね。そこがかっこいいよね。我が名、ブラックフランキー将軍、貴様らを倒すロボ。うお、黒い偽物ロボ、すげえ。俺のフランキー将軍に負けず劣らずのいかつい、なんとかなんとか、だから俺の方が100倍変態だ。確かに。さ、そんなね、いやでもちょっと、うーわ、デンジャラス足元パラダイスじゃん。やばい。こいつ結構やるぞ。あぶね。デンジャラス足元パラダイス始め、やばい。くそ。はいはいはい。縄跳びみたいだね。あの、昔の縄跳びしてた頃思い出す。くそ。食らっちゃうな、これ。さあ、行くぞ、やろうども。やっば。あぶね。ごめんごめんごめん。そう、サンジ君のあれ、鍛えたかった。あ、でも回復だから。まずい。OK。え、これどうする？一旦交代、フランキーにチェンジ。で、みんな HP 弱くなったらルフィのあのスキル使おう。多分それが一番コスパいいんじゃないかなっていう。いて。そう。ちょ、難しいな。仕切り直しでいこう。いや、これ縄跳びだね。大縄跳びじゃん。プラス対抗大縄跳びみたいな。やばい。いや、くそ、急に速くなりやがった。待って、これ、対抗すればみんな。こっちも足元デンジャラス。いや、来た。いい。ナイスすぎ。で、これで、みんなに防御力付与だけして、OK。え、これついてる？あ、ついてんのか ?OK。これ、サンジ君これめっちゃ強いぞ。結構。待って。これ、料理しようか、サンジ君。これで誰に立たせる？お、二人ともで結構ごちそうだって。なんだそれ結構。あんまりごちそうじゃないみたいな。ちょっとだけごちそうみたいな。やめろよ、そういうの。失礼だろ。はい。サンジ君のご飯マジ食べてみたいよね。うわぁ。でも昔ユニバであったよね。なんかサンジ君レストランみたいな。やべ、これで、お、なんかスキル使ってんじゃん。で、これルフィに公開交代して、これで海賊になります。これで、さあ全員の OK。みんなの夢が聞きたね。それでこそよ。で、ここで、この油断してるこつにエレファントが取りにと。いや、完璧じゃない？この立ち回り。いて。もう何も言うことはないんじゃないかってぐらい、完璧な立ち回り。で、この上にいる段階の時に、攻撃と。完璧。いて！引っかかった。くそ。ふざけんじゃない。OK。お、危ねえ。そう。こいつこれしかやらねえ。もっとミサイルとか出してこいよ。バカ野郎。うで。危ねえ。オッケー、これで、グリズリーマグナム。完璧よ。さあ、今このタイミングで、ガトリングまで入れていく。もう X 押しまくるとね、ガトリングもすごい強いから。これあれだね、ブレイクラッシュやろうか。で、ガトリングと。来た。強すぎでしょ。え、すごくいい立ち回りなんじゃない？もしかして。だいぶ上手くなってきたかも。はい、レベルアップと。いいね。いや、ちょっとラスト、青キジと戦おうかな。これも行きたいけど、これちょっと星高すぎて負けそうだから。ちょっと青キジ行こう。青キジはね、ロビン連れて行こうか。ロビン連れてキーの3次回復薬。オッケー、これで行こう。よし、いいね、この3人。青キジに、もううってつけなんじゃないか。これあれだね、ローと同じ位置だ。もうそこまで走っていこうかな。あれ？あ、こっからだね。いや、結構面白いね。これマジ黙々と一人でずっとやってたわ。めちゃめちゃクエストクリアした。めっちゃお金貯まるし楽しいんだよね。これ右かな。いや、マジで、ワールドレッド、やり込み要素がすごいの。やっぱあのクエストが面白い。なんかね、いろんな、なんか他にも、ホーディをジンベイと一緒に倒すクエストとか、また今度動画でやろうと思ってんだけど、そういうのもあったり、あの、さっき下にあった、黒ひげをエースと一緒に倒すやつとかも、あるから、めっちゃ楽しみ。ふぅ。来た。ん？かっこよ。あらら。あらら。なんかお前らと戦わなきゃなるらしい。覚悟できてるか？ちょっと待てー！うーわ。え
凍っちゃった。やばいやばい。これどう戦おうかな。やばい。最初、初手ロビンで行くか。やばい。ルフィ何回凍らされんねん。しっかりせ。これでね、あれだね。SP 上げれるから。やばい。これで SP を、いや、そんなだな。まあ、いいや、イクゾヤロードもして、とりあえず。これで ?OK、これ、海賊になろうか、とりあえず。やばい。強いぞ。あ、レッドホークの火力。いや、これレッドホークやっぱ相性いいわ。火力高い。で、サンジ君もすごい相性いいと思う。炎タイプだから。じゃあこれで、炎タイプの技がサンジ君レベルアップするんだよね。多分。あ、じゃあ HP か。まあいいわ。OK。これで、炎技。いや、当たんねえ。すごい避けてくるね、こいつ。オッケー、でも炎のこの火力いいね。さあしっかり炎を当てていき。あ、いい。すごい。あれ食らったら凍らされんのか。いや、危ね。オッケー、怒りでヒートアップ。これまだ HP 回復してる？もうしてないかな。いろいろつきすぎてわからん。よし、これで料理人として世界一になって。オッケー、これで回復。その肉食いたい。当たんないね、攻撃が。フォアラーフリールだけでいいかもしれない。あ、これで当たるかな。いないっす。いい、全然いい火力。悪くない。いて。これ、避けたら次の攻撃が当たんない。一生あいつのペースだね。オッケー、ナイス。空中攻撃からの。いやー、ちょっときついな。ルフィ変わって、やばい。避ける。え、どうするか。これサンジ君回復させたよね、正直。いや、だいぶ強いぞこれ。全然薬使うことも考えつつ、あれ使うか。アタックホルモンで、これで攻撃力アップと。大丈夫か。アタックホルモンで伸びてるから攻撃力がバカでかい。で、ここでレッドホーク。うーわ、これ当たってたら全然世界か。いや、強い。アタックホルモンだよ。いや、ルフィがね、やっぱ攻撃力がすごいから、もともと、結構すごいから、プラスで、すごい強くなってんじゃないか。で、これで、待って、たまってなかった。ガトリング。どうしようかな。次行くか。これ、レッドホーク行ける？あー、なんだ。攻撃モーションやったんか。オッケー、危ない。どうしよっかな。まだ溜まってない。あぶね。レッドガトリング。やべえ、これ。どうしようかな。サンジ君。あ、SP ある。料理作ろう。これ誰に？あ、自分か。まあまあいいでしょう。OK、サンジ君で戦いながら SP 溜めつつ、みたいな。いや、サンジルフィが結構安定して強い気がするな。避ける。オッケー。いい。いや、ちょっと食らっちゃったな。もったいない。で、これで、避けて、料理。お、オッケー。これでルフィも上がってるじゃん。オッケー。これでルフィ戻して。これ、レッドホーク当てたよね。外しました。ただ、アイスエイジ避けてたからいいね。オッケー。悪くない。これでもうちょっと海賊を貯めるから、すごい、なんかちゃんと理にかなった戦い方してて、いいね。これどうだ？いい。当たる。え？なんて、立っての疲れた。じゃあ帰れ。じゃあ帰れ。避ける。オッケー。これ、この体力でいけるかな？今んとこ薬使ってないから、いいね。お金かかるから薬使いたくないんですよね。できれば。避けてからジェットピストルバズーカと。オッケー。今かっこいい、かっこいい。これで海賊王がたまる。もうすぐたまる。オッケー、たまった。スミスタ。オッケー、みんな夢語る。オッケーオッケー。この HP 回復強いね。落ち着いておけばね、今のうちに回復して。オッケー、ピストルバズーカ。いや、ちょっとやべえ、今の。
ここでレッドホーク当てたい。ナイス。ロビン変わろうか。オッケー。ロビンがどれだけ強くなったか、まあ、青生地に見せつけてやろうよ。見てこの火力、やばくない？さあ好きなのよスリル。やばい、当たんない。オッケーオッケーオッケー。ロビンがどんだけ強くなったか見せてやろうぜ。いやこれやっぱ強いね、ロビンちゃん。この距離からさ、この火力の攻撃できんの。舐めやがってよ。見てろこのビンタよ。え、くそ逃げやがったあいつ。いやー、まずい。大丈夫？オッケー。そう、これでビンタ当たれ。来た。これが今のロビンの力よ、クザン。あの頃の悪魔の子ニコロビンは今こうなってるよ。じゃあな、クザン。